まあコメント上見れば分かりますけどね、コメント上見れば分かりますけど、リカピーと付き合うか付き合わないか、そこだろ、そこだわな、まあ見てるのはみんなが、そう、多分そこか、うん、そんなもんどうでもいいよ、付き合うんだろ、やっぱりどうでもよくねえじゃねえか、どうせそんなのな、うん、付き合わない理由がない、付き合わない理由がないか、リカピーと見せかけてクルちゃん行こうすげえな、アンジェラ氏、正直ね、リカピーどうこう、リカピーと付き合わないって言ったら配信的には面白い、うん、ね、本人とは LINE のやり取りをしたりとか、まあそういうのしてるんだ、うん、今もね、今もしてるんだけど、今ってあれだよ、これじゃない、今ってことじゃないよ、今ってことじゃなく、まあ昨日とかもそうだけど、してるんだよ、あれだけど、うん、そんなもんかな、うん、してるんですね、普通に。ああ、リカピーが売名しか見えない。あ、それなんだけどね、そもそも当初は、俺とリカピーが、放送外で関わっているとかそういうことについては、皆さんに発表するつもりがなかったし、リカピーも発表することなかったわけよ。ない。で、これはあくまで家庭上だけど、家庭上ね。うん、仮ってことね。仮だけど、俺とリカピーが付き合ってたとして、付き合ってたとした、付き合うとするのならば、俺とリカピーが付き合っているというのを公表するつもりもないのよ。うん。そういう風にしたいなっていう風にリカピーが言ってたことなので、あくまで話の流れで話してた話だけど、俺と付き合えたら、ネット上では発表したくないな、言いたくないな、裏でこそこそじゃないけどさ、こそこそ付き合いたいなっていうのが、まああの人の意向なので、だから売名とかそういうのもないだろうな、簡単に言うと、うん、なことです、うん、それはまああの人が今まで付き合った人というのが、まあ配信者で、まああまりうまくいってないんでしょ、うん、短い間だったりとかそういうのでしょ、なのでかな、うん、まあそんなもんす、お前嬉しくて全部話してか、そんなもんないよ、うん、まあそんなもんす、おはよう70万、おはよう、まあそんなもんですか、うん、まあいい、俺のことは嫌い。じゃあまあ関わんないでください。うん。話すことによって売名できたよ。話すことによって、ああ、この放送で話すことによって、ね。うん。お互い配信者で何も言わないで付き合うって無理だと思わない。そんなことはないんじゃない？ポンちゃんいらっしゃい。あんなことはないんじゃない？まあそんなもんかな。まあ、あと言っとくけど、俺ね、今まで配信者と付き合ったことないので、まあ、そこら辺はちょっと慎重かな。正直。慎重。テデフィナーレいらっしゃい。慎重かな。
まあそんなもんです。配信者同士うまくいってる方いますか？いないでしょ。結婚した方がいます。田中、結婚、ニコ生時代に結婚した方がいたりとかするけど、まあまあうまくいってないの確実だよね、田中。その原因はなんだ、なんで田中配信者同士うまくいかないと思う？なんで配信者同士でうまくいってる方いますか？いないでしょっていうコメントだけど、じゃあなんでうまくいかないと思う？これそうなんだけど、まあそれはただまあ喧嘩、例えば個人的な、まあ、2人の付き合いの中で喧嘩しました。それを俺が例えば配信上で言います。彼女が配信上で言います。その愚痴みたいなのがリスナーのポンプが入りながらリスナーとの会話の中で、お互い配信が優先されるから違う。そういう中でこの愚痴を放送で言うでしょ。そう世界のことはその通りなんだ。そうするとリスナーが空気入れたりとか、こうだよね、ああだよねって、俺の味方側にみんなつく。んで、あれで、彼女側の方には彼女側の味方がつく。その中でどんどん、喧嘩がエスカレートしてしまう。悪口が始まっちゃって、エスカレートしてしまう。それをお互いこうやってポンプ入れながら、ハト飛びながらこうやってやるから、どんどん関係がエスカレートし、もうそもそも何の問題で喧嘩してるかもわかんないぐらいの状態になってしまう。まあそれが今までずーっと配信すると行われているので、まあその問題は大きいんじゃないでしょうか。そう、収集が大変そうなんでないですもんね。ポンプだ。そう、話が大きくなるからね。春菜におはよう。春菜みたいな声になっちゃう。まあそんなもんなんて。はい。まあとりあえずね、どうだろう。まあ、別れたのは別れたのだって、また別問題かな。まあ、今後もね、まあ、リカピードはまあね、飯食いに行ったりとか、ね、まあ、連絡を取りながら、今まで通りかな、変わらず。今まで通り。ですね。とりあえずは。似合い事な方がいい例だな。俺はめっちゃポンプして遊んでるし。ナナちゃんさん悪いな、おめえ。やめろよ、お前。ほんとにやめろよ。配信者で遊ぶんじゃねえよ。ポンプ入れて。ポンパー野郎が。ほんとに。87個だし。まあ、そんなもんさ。そんなもんか。デートの費用アリカピート、まあ、俺が出すつもりだけど、全然俺が男が出した当たり前だと俺思ってるから、俺はね当たり前だと思ってるので、別にそこは何本もあるけど、金でしょ。まあ、デート誘うんで男は金ある時に大体誘うで、別になんかリカピーに関してはだけど、別にお金のこと別に気にしてねえぜ。お金を俺が出すっていうのは決まってるわけじゃないからな、正直。指輪買ってもらったりしてんじゃん。だからそれを考えれば。やっぱやらしてくれねえ女なんかクソだよな。本当に。リカピーが叙々苑行きたいって言ったら行くか。叙々苑そんな高いもんじゃないからな。この前弟と行ったね、池袋の焼肉屋の方が多分高いんじゃないか、普通に。叙々苑でしょ、たかがちれるな。まあ、ごめんな、本当に。まあそんな感じで。
年食ってどんどん茶番がひどくなった、何がバカなんだろう、だから、うん、ナイスあるな、アニありがとう。